はい、どうもこんにちは、大キャノンです。また鬼滅の刃コラボのベビースターラーメン、なぜかベビースターラーメンに、課長忍ぶ彼女人数の2人がなってると。これはもはやもうコラボなのかっていうね、ぐらいのやつですけど、そして飲み物はじゃじゃーん、これです。飲み物はですね、鬼滅の刃シャンペリーオリジナルラベル、開けてみましょう。なかなかあかん。なんかすごいですね。はい、かまど炭治郎、炭治郎君のラベルで、なってますね。これね、これを取ると飲めるというわけですね。はい、ではどうやって開けんの。矢印の方向に回してください。矢印の方向に回してください。いや、これめっちゃ硬くない？ちょっと待って、めっちゃ硬いんですけど。え？なんかピクリともしないんですけど。これ無理じゃないですか。全然動かないよ。開かないですよこれ。ちょっと待って、これ、開かないよこれ。ちょっと待って、嘘だろ、開かないんですけど。開かないちょっとこれ開かないっすいやー、ちょっと諦めたもうなんかマジで開かないんだけど。というわけで、これはちょっとなんか道具を探してきます。マジ開かないんだけど、どうしよう。というわけで、ベビースターを食べましょう。はい、チャンネル君とお嬢さんの手に入ったベビースター、はい、完全に普通のベビースターですね。いただきます。これはベビースターだ、完全なベビースターですね。はい、まあいろいろね、シャンペリーマジ飽きませんでした。ちょっとそういう問題点は、始まりましたが、ありましたけど、僕はこのベビースターチキン味、今完全に普通のベビースターです。なんかプレゼントなのかな、鬼滅とコラボすれば売れるみたいなね、それはもう今日本では主流ですけれども。ベビースター普通に美味しいですね。いや、マジでシャンペリー飲みたかったな。もう全然開かないかった。はい、
まあ、とにかくね、まず土日ですけど、皆さんどうやって過ごしてますか？受験生の方は、勉強しっかり頑張ってください。ね、冬休みはですね、受験対策の社会科の解説をいくつか載せたいと思いますので、またぜひね、そういうのを興味あるっていう人は、チャンネル登録しておいてください。また、いいねボタンよろしくお願いしますね。はい、それでは、またですね、次の動画でお会いしましょう。さよなら。